家のね、お口に食うようなそんな気分ですね。どん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 バスで進んで、でバスからバスに乗り換えるんですけどもね、次のバスまでね結構時間があったのでですね、そのバスがちょうどいい具合に追い抜かれるようなバス停を見つけてですね、そこまでねちょっと自転車でねちょっと移動したんですね。このバス停で降りて自転車に乗って、薩摩町だっけな、そのね、この街並みをね自転車で通り過ぎてですね、川を2回ぐらい渡ったかな、同じ川を。そして湯田八幡前というバス停まで来て、ここからまたバスリンクを出します。ちょっとねバス停で待ちましたけど、薩摩町からねバスに乗ってですね、坂田というねバス停まで、まあ勾配を上がっていく上り坂のねバスに乗ってですね、ここを稼いだわけでございます。伊佐市にちょっと入ってまた引き返す、そして薩摩町に引き返すという、そういう感じでね自転車に乗っていきます。伊佐市、もう鹿児島県の九州のね内陸にある市区町村ですね。そこから自転車に乗って方向転換、もう帰っていく感じですね。伊佐市に行って今度薩摩町に入っていくという感じです。まあね自転車に乗ってねずっと鹿児島市内まで行こうかなとも思ったし、水俣とかね仙台市の方に行く案もあったんですけども、ちょっとねこの日の夜は特別なことをしようかなっていうふうに思い始めてですね、急いで鹿児島市内に戻りたいなと思ってしまったので、とりあえずね薩摩町まで戻っていきます。山に囲まれたこんな道を通っていきます。ちょっとね曇り空で雨が降ってきそうな、そういう天候だったからこそバスでね鹿児島に帰りたいというふうに思ったのもありますね。なんか古めかしい石橋があったりなんかしちゃってね、なんかいい風景だったんですけどね。で鉄道記念館、お前さん草飯食っとるか、食っとるよ、温かいチャーシュー麺とお漬物です。そんなこんなでですね、ここはね昔鉄道が走っていたところなんですね。宮の城駅、宮の城駅かな、なんか鉄道博物館的なものもあるようなところなんですけどね、ここがねちょうどバス停になっていましてですね、こっからバスに乗って鹿児島市内を目指して帰っていきます。
こんな感じでね、また鹿児島市に戻っていきます。バスに乗る時間帯からね、雨が降ってきましたね。そしてこれ鹿児島市内ですね、市電が走っております。そしてこれ鹿児島市内ですね、市電が走っております。そしてね、水族館口というバス停で降りてですね、これね、マクドナルドなんですけどね、船の切符を買ってからマクドナルドでございます。船に乗るんですよ、今夜。夜行船ですね、夜行船。機械島に行く切符でございます。7700いくら。腹ごしらえをして、船に乗り込もうかなと思って、夜行船なんですよね。ちょっと早い時間に夕食を食べるみたいね。そして、ターミナルに戻っていって船に乗り込むという感じですね。このね、船自体はね、前に乗ったことあるんですよね。前に乗ったのは奄美大島からね、徳之島に行った時に乗ってるんですね。そしてで、夜行の気がついたら今僕はここにいた。ですね、旅のね、説明をしたいなと思います。また何度か分まとめて紹介しようかなと思います。布地自転車全国市区町村旅、旅498から522日目、2021年の12月14日から1月7日まで、よちつまの輪行旅、2021年の12月九州編、青春18切符輪行旅42周目の旅でございます。前回の説明ではどこまで行ったかというとですね、鹿児島県の三島村っていうところに向かうところで説明は終わっていると思います。三島村、ここです。前回の説明はここまででした。そして三島をですね、朝出て夜帰ってくる鹿児島市からね、出発して日帰りでね、船に乗って、まあ一つの島だけ上陸して、また乗って帰ってくるみたいなことをやっておりますね。そしてですね、鹿児島市に戻って、泊まったんですね。次の日早朝ですね、バスに乗って、薩摩町っていうところ行ったんですね。自転車に乗って、で薩摩町からまたバスに乗って伊佐まで行って、伊佐市、そしてまた自転車に乗って薩摩町に戻ってきて、バスリンクをして鹿児島市に戻ってきて、そのまま船に乗ってね、次の日喜界島に到着。まあ一日中島にいて、また夜船に乗って、次の日の朝鹿児島市に戻ってきて、そのまま電車リンクをしてですね、日置市は今回は降りなかったんですけど、前自転車で旅をしたことがあります。こちらもね、いい地域、くしきの市っていうのも以前自転車旅で来たんですが、今回は列車で通り過ぎただけでございますね。で仙台、薩摩仙台市、以前自転車旅で来たことがありますね。今回は乗り換えたんですね。そして、こちらのね、阿久根市、確かね、降りてまた乗るみたいなことをやったか、乗ったまんまか、まあ後でね、また自転車に乗ることになりますね、ここはね。泉市もね、後で降りることになりますが、この時は降りてまた乗ったかもしれませんね。で水俣市でも同じようなことをして、津木ではね、降りてまた乗るみたいなことをやったと思いますね。
そして足来た、足来たで降りて、ここで引き返すと、まあ同じようなことをして、ここを引き戻して通っていって、水俣を通って泉石まで行って、こっからバスに乗り換えて、阿久根市を通り抜けて橋を渡って長島まで行って、自転車に乗って阿久根市を通って、臨港して、まあ列車に乗ってね、薩摩仙台一期、串木の通って日置通って鹿児島市に戻ってくると。そして次の日ですね、バス、高速バスに乗ってですね、人吉に行って、自転車に乗って山へ、人吉、熊に行って、そして引き返して、人吉、相良、錦、相良、五木、そして引きも、ここで引き返してきてですね、相良を通って朝霧に行って、たらぎ、みなかみ通って、湯の前通って、そしてここから臨港して、たらぎ、朝霧、錦、相良からまた自転車に乗って、そして吉野市からバスに乗って鹿児島に戻ってくるみたいなね、そんな感じですね。まあほとんどのところがね、初めてなんですけども、人吉とかね、鹿児島市はね、以前に来ているんですね。あとこの辺、日置とかね、この仙台とかね、串野っていうのはね、前に一回来てるんですけど、まあ2017年の12月に一回来ておりますね。それ以外のところは2020年の4月に来ております。ですね、はい。まあここら辺はですね、旅、55周目、一番若いのは53周目、52周目、51周目っていうのはありますね。51周目っていうのが、山江とかね。でね、この喜界島がね、一番ね、番号的にはえっ、ー、と57周目ということになりますね。まあ全体的な集計、522周目まで旅は続いていきます。で、外国の自転車旅は韓国と台湾、そして都道府県の数は47、そしてこれまで旅した都道府県の数は47、そして市区町村は1734、今回の出発は鹿児島県でしたね。鹿児島県内で今回初めて行った場所はですね、薩摩市かな。あ、三島は、あれ、薩摩市はね、あ、これ南薩摩だな。南薩摩と薩摩町ってあるんだね。今回の説明で、範囲でね、初めて行ったとこは、薩摩郡の薩摩町、伊佐、喜界、そして阿久根、泉、長島、32箇所行っております。まあ、ここら辺上陸してないんですけどね、以前行ったところなんですけどね、まだ、記
紐付けとか言ってないですね。そして、熊本県内は熊本県内は水俣つなぎ足北山江熊相良錦伊月朝霧たらぎ水上湯の前全部で49箇所これで全部かもしれないな、もしかしたらね。で、全体的なことを言うとですね、世田谷区を中心としてぐる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 回っているわけですね。まあ番号順的にはもう小笠原も番号に入ってまして、番号順的には今は39周目まで北海道、そして、高知県、愛媛県、そして広島県、山口県、そしてまた北海道につながっていくんですけど、途中で途切れております。まあ行きやすいところから行くということでね。で、今回の出発地点は三島村でしたね。三島村は三島村はね、一応56、57周目っていうのが喜界島になっております。三島村からですね、鹿児島市に戻ってきて、泊まって、次の日はバスに乗って、薩摩町に行ったわけですね。自転車に乗って、またバスに乗って、伊佐まで行って、自転車に乗って薩摩町に戻ってきて、またバスに乗って鹿児島市に戻ってきて、今度は船に乗って、喜界島、一応ここが57周目ということでね。で、また鹿児島市に戻ってくる。鹿児島市内は54周目ということになっております。で、鹿児島市内からですね、朝船で着いて、で列車に乗ってね、日置とかね、一木九色のとか通って、仙台薩摩川あ薩摩仙台そして、こちらが阿久根市ね、阿久根市を通って、そして水俣かな、あ和泉市を通って、水俣通って、ここから熊本県ですね、つなぎを通って、足北まで行ったわけですね。足北で引き返してきて、つなぎ水俣泉まで行って、バスに乗って阿久根を通って長島まで行って、自転車に乗って阿久根に戻ってきて、電車に乗って仙台一木九色の日置を通って鹿児島に戻ってきて、そして次の日バスに乗って、人吉っていうのが52周目人吉まで行って、そしてですね、
あ、そうだ、山へに行ったわけですね。山へまで自転車、人吉から自転車に乗って山へ、また人吉に戻ってきて、熊、そして人吉を通って、ここら辺がね、ちょっと複雑なんだよね。錦町っていうのを一回通ったかもしれないな。錦町、あ、錦町を通って、そして、サガラを通って、そして、いつきに行って、サガラに戻ってきて、朝霧を通って、タラギを通って、ここら辺ちょっと忘れちゃってんだけど、タラギを通って、それでどうしたっけな。タラギを通って、湯の前ってどこだろうね、湯の前。ここだ。こっちだ。タラギを通って、水上を通って、湯の町を通って、またここから輪行して、で、タラギを通って、朝霧を通って、そして、相良で降りて自転車に乗って、人吉に戻ってきたんじゃないかな、確か。あ、錦町っていうのも通ったかもしれないね。ちょっとここら辺がちょっと曖昧ですね。で、ここから、輪行、あ、バス輪行をして、高速バス輪行をしてですね、鹿児島に戻ってくるという、鹿児島市はどこだ？ここですね。鹿児島市は54周目という、そんな感じになっております。